はい、今回は初代プレイステーションのね、型番ヒストリーになりますが、初代プレイステーションというと、まさにね、次世代機戦争と言われていた時代に登場しました。まあ家電メーカーのね、筆頭だったと思いますけども、いろんなメーカーが出てきましたが、まあ残ったのはね、ソニーといったところでしょうか。対するね、ゲームメーカーも迎撃したわけなんですが、まあその筆頭はね、セガですよ。まあセガサターンがね、プレイステーションに先駆けて1994年11月22日にね、発売しました。で、今回はね、次世代機戦争の話ではなくて、ソニーから出たプレイステーションの全型番、日本で発売したね、全型番をね、細かくチェックしていこうと。そしてその中で一番の買いの型番は何かというのをね、調べてみたい。ということで、一番最初、要するに1994年12月3日に登場したのが SCPH-1000 という型番ですね。39,800円で登場しました。こちらはですね、よく見ると S 映像出力というものがついています。プレイステーションのね、ソフトはリージョンコードが設定してあるんですが、この SCPH-1000 に関して言えば、海外のものとか、あとは CDR に焼いたソフトもね、起動してしまうという、ちょっとね、嬉しいと言っちゃいけませんが、セキュリティ的にね、穴が開いているバージョンになっています。あとはね、ちょっと排熱がね、非常に多いので壊れやすいという弱点もありますね。今ではなかなか貴重なモデルとなっていると思います。そして翌年の7月21日ですね、だいたい半年経過して、なんとお値段もうすごいですよ。日キュッパなんですが、実際お店で売られていた価格は26,800円ということです。 S 端子がね、削除されているのが見えると思います。主にね、海外もこの3000から投入されました。一部1001というモデルがありますけども、まあ実質ほとんど3000と言っていいと思いますね。といった感じで、まあ S 端子削除が一番の目玉になってる感じはします。1000型と3000型のね、裏側をよく見ると、なんつうのかな、フェルトみたいなところの足っていうのかな、フェルトの大きさがちっちゃくなってますね。そのぐらいちょっと違いがありますが、あんまり変わりません。さあ、いよいよこの時期になるとね、セガサターンの後期型が登場します。なんとお値段一気に下げて2万円ですよ。ちょっとね、この頃プレイステーションに対して劣勢になってきたんですが、2万円ということでね、価格的アドバンテージを得たつもりなんですが、ちょっと消耗戦に入っちゃったかなといった感じがします。余裕のプレイステーションは SCPH-3500 になりました。お値段はね、24,800円とセガサターンに比べてちょっとね、5,000円ほど割高なんですが、コントローラーを1個追加したということで、まあお得感も出してると思います。ちょうどね、鉄拳2と鉄拳2の同梱版だったかな、そういったもの、ファイティングボックスという形でリリースされたのが3500となります。3000と比べて大きな違いはありません。ということで、いよいよ型番がね、 SCPH-5000 になりますが、発売日を見てもらうと分かる通り、なんとね、6月22日、まさに Nintendo 64の発売1日前にお値段一キュッパに下げました。64bit のね、性能はともかくとして、価格的アドバンテージをまさに奪ってしまう、ソニーのしたたかな戦略が見て取れますよね。その翌日にね、まさに Nintendo 64がローンチするわけなんですが、性能的にはね、この世代ではダントツトップなんですが、やっぱりね、64bit となるとなかなか作りづらさもあったようで、普及がね、厳しかったといった感じがします。さあ、ほぼね、無双状態に入りつつある SCPH-5500 を投入したソニーですが、価格はね、抑えてあります。実はね、この5500からよく見ると、あの RCA のね、コネクターが一切なくなってます。その他内部的にもいろんなね、改良が施されていて、
実は5000と5500ってだいぶ違うそうですね。なので5500を境にして、動くソフト、動かないソフトがあったりとかするそうです。自分は出会ったことがないんですけど。ということでね、一つのターニングポイントになった5500というモデルですよね。ちょっと比較してみましょうということで、5000と5500同じ系列に入れる必要があったかどうかは微妙だと思うんですが、裏側のね、この排熱の穴もですね、位置が変わっています。そしてゴム足じゃないんですけど、フェルトの足もね、5500からは2つになってます。さあ7000ですよ。ここからはいよいよね、振動機能付きデュアルショックが同梱されるということ、そして画像処理プロセッサーもバージョンアップ、ポリゴン性能がですね、上がっていると言われています。さらにコストダウンのため2チップ構成だった CD コントローラーを司る LSI が1チップに集積化されましたということで、お値段1万8000円となりました。ということで7500ですね、ここからはなんと1万5000円ですよ。どんどんとコストダウンしてますよね。はい、サウンド CPU と CD コントローラーの2チップが統合されて1チップ化されてます。この辺がね、全部自社で設計しただけあって、どんどんとコストダウンが可能です。同じ時期にね、ドリームキャストも投入されていますが、いや、この辺はね、ほんとセガが苦しい時期になってしまいました。裏側を見てみますとね、7000と7500、またもや排気口のね、位置とかが変わってますし、シールの位置も変わってますね。型番のシールの位置も変わっています。まあこの辺は特に深い意味はないでしょう、シールの位置はね。さあいよいよ来ましたよ、9000。この形最終モデルになりますね。1999年5月の28日15000円。決定的に違うのは、ついにね、ずっとついていたパラレル入出力端子が削除されてしまいました。なんかつるっとしたイメージですね。はい、9000はパラレル入出力がないといったところになっています。結局ね、このポートはですね、公式ライセンス商品とも出ていませんのでね、非ライセンス商品で、いろんなものは出てましたけど、原則ありませんね。といった感じで、7500と9000を比較すると、こんな状態になってますね。実はね、パラレル出力の入出力のコネクターは基板には残っていくそうですね。さあ7500と9000をね、比較すると、なんとフェルトがついてた部分がね、でかくなってます。9000の方がでかいんですが、全部プラスチックになっちゃってます。フェルトはなくなりました。全部プラです。その代わりでかいこの辺の変更は何でしょうね。まあコストダウンなんでしょうけどもね。といった感じで、全て同じに見えたプレイステーションも、よく見ると微妙に違うといったのがわかると思います。で、大きく分けてこの4種類でしょうかね。まず S 端子で、上から2段目のやつが S 端子がなくなってる。上から3段目は実はね、文字の印刷はやめちゃって、金型によるね、もう印刷する必要のない文字表示に変わっています。そして一番下はパラレルポートがないといった感じでね、まあざっと分けるとこの4種類トータル8つの型番に分けられます。さあ一応やっておきましょう。廉価版になります。2000年7月7日に発売した15000円、 SCPH100 というモデルですね。桁数が1000から100になってしまったんで、まあ、いわゆる廉価版、通称 PS1 というモデルですね。非常におしゃれ、スタイリッシュなんですよね。ただし電源は外部になってしまったため、 AC アダプター経由になります。まあ非常にね、体積が本当に小さくなりました。コンパクト、ただしもうね、時代はプレイステーション2時代だったんで、まあめちゃくちゃ売れたかっていうと、そこまで当時は売れてなかったかなと思いますね。その他ね、 PS2 や PS3 でも PS1 のソフトプレイできますが、今回のね、評価には入れてません。ということで、
ちょっとね、まとめてみました。プレイステーション全型番を比較しております。1000、3000、5000、7000、9000。おまけで PS1 といった感じですよね。まあ、いろいろありますけど、まあ、どれが今なら買うべきかということになります。まあ、悩むところですけども、ピックアップレンズとかね、そういったものとかも考慮すると、7000以降がいいのかなと思います。まあ、いろいろとね、バージョンアップしてます。本当、見た目はね、ほとんどわかんないんですけど、7000以降、コプロセッサーとか、例えば GPU とか、まあそういったものも変化してます。まあ、プレイステーション1のね、初期のモデル、1000、3000、5000ぐらいまでかな。そこまでは、ちょっとね、こう、レンズがね、不完全で、読み込み不良が起きちゃうんですよ、途中からね。どうしても削れちゃって。まあ、そういった意味で、それを改善したのが5500以降なんですね。その完成形が7000になってると思いますけども。まあ、そういった意味で、7000以降が、プレイステーション1実機を買うんであればいいのかなと思います。ただし、先ほども言いましたが、まあ、5500を境に、例えば GPU とかね、コプロセッサーなんかも変わってますんで、前の古い方じゃないと動かないというものもあります。なので、個人的には SCPH7000 以降の型番か、もう一個 SCPH5000 があれば無敵かと思います。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと駆け足でね、全型番プレイステーションを見てきましたけども、まあご覧のようなね、後ろ側が特に特徴的になっています。まあ S 端子がついてるかついてないかとか、あとは RCA 端子があるのかないのか、そしてあとはですね、パラレルポートがあるのかないのか、といったところかもわかると思いますし、まあ裏側を見ればね、型番が書いてありますんで、それぞれの番号、どのぐらいの位置のプレイステーションかはわかると思いますよね。といった感じで、まあパッと見はね、ほんと同じなんですよ。色もほとんどない。ほとんどないというのは、通常はないんですよね。このグレーの機体しかないんですよ。まあちょっとね、開発者用モデルとか、あとはなんかゲーム作ろうぜみたいななんか黒いプレイステーションもあったと思いますけども、ほんと、普通には見かけることがないと思いますんでね。ほとんどわかんないんですけど、よく見るとご覧のようにね、違うと。そして中身も大きく変わっちゃってたりとかしてますんで、まあいわゆる型番商法のね、始まりと言われています。さあ次回はね、本当にどのくらいの性能差があるのかをチェックしてみたいと思います。ではまた。